どうも、アイリーチャンネルです。TikTok のライブよくやるんだけど、プロテイン何飲んでますかをね、マストで聞かれるんだよ。あとなんかインスタの DM で、俺インスタでね、原料飯あげたりとかするの。はいはいはい、原料のご飯これですよ、はいはい、その鶏ハムの作り方教えてくださいみたいな。ああ、じゃあ今回の企画は質問返しコーナーです、ね、あ、そうでございます。ありがとうございます。じゃあまず一つ目は、まあ何飲んでるか、プロテイン、はい、俺のもプロテインは、俺ね、ケトジェニックっていう方法で今減量をしてるんね、はい、でケトジェニックっていうのは極端に言うと炭水化物を極限まで減らして、その分脂質を取っていって、まあ、タンパク質はどんな痩せ方でも一緒、 ある程度の量しかもう体がもう受け付けないから、基本的にはある程度の量だけで決まっていて、まあ約1キロあたり2グラムから3グラムぐらいのレベルで、俺は慣れてるから多分3取ったとしても別に大丈夫、ギリギリになってくるので、まあ、タンパク質めちゃめちゃ多めに取らなきゃいけないよってなった時に、やはりこう固形だけじゃもう不可能なんで、腹も持たないし、もう胃もね荒れちゃうから、だからちょっとプロテインに助けてもらったりするんだけど、その時ケトジェニックっていう方法で減量してるので、あんまりこう糖質があるものよりも脂質がある方がまだいい、もしくはなくてもタンパク質が多めな、含有量多めなやつがいいので、僕が飲むのは2つ、はい、でも両方ともマイプロテインっていう会社のやつを飲んでます、はいはいはい、マイプロテインは割と他に比べて実は糖質っていうのが高くなくて、脂質がちょっと気持ちに少し上がってるね。ケトジェニック向けではあると思う。でも、あ、そう。で、そこにあるプロテイン、あ、これ、あ、これはもう最近買ったやつなんだけど、これはもう新しい味だったから買ってみたんだけど、大体いつもこれ、この5キロのやつを買ってます。ラテ味は大体買ってます。どこで買えますか？これネット、ネットで、ドキドキ、まあ、今ドンキホーテとかに持ってっけどね。で、こいつはもうちょっと今限定でって言ったらプリンの味なんですけど、ホエイプロテインって言って、まあ、ホエイプロテインって何なのかとか、カゼインプロテインって何なのかっていうのは、まあ、前の動画で見てくれれば分かると思うんですけど、まあ、それ吸収率の違いですよね、うん、ただもう一つ、これホエイプロテインの WPC っていうのと WPI っていうのがあるね。何なのかっていうと、 WPC っていうのはホエイプロテインコンセントレートっていう、うん、まあ、普通の、要はザ・ホエイプロテインのことは WPC っていう。WPI っていうのは、そのホエイプロテインアイソレートっていうのを WPI っていうんですけど、何が違うかっていうと、 WPI っていうのはもう無駄なもんカットして、糖質も脂質も極限までタンパク質を含有量を多めにしたホエイプロテイン。それはこれですか？いや、それはちょっと違う。全然違います。うん、それでもいいんだけど、別にそれでもいいよって言うんだけど、まあ、コストもかかるから、その分ちょっと高い。あとはまあ別に俺そんなに気にしないから、脂質は。それでも脂質が絶対入れたくないとか言う人だったら、まあ、そのアイソレートを入れればいいかなと。減量期でもやっぱこれを。ああ、全然飲む。足らずを補うような栄養補充食品ですから。なるほど。まあ、1日どのぐらい飲むんですか？私も3回かな。朝1、トレーニング前、寝る前。寝る前、うん、夜はやっぱご飯とかも食べない？あ、結構普通に食べるよ。普通に、あの栄養素的にね、あの鶏肉とか鶏ハム。あ、これ何味でしたっけ？これね、プリン。プリン、これプリン、多分ね、ちょプリン味って書いてあるんだけど、味は明らかにプリン。で、こっちラテ味で、あのちょっと本当こいつ甘いんだけど、俺今糖質めちゃくちゃ制限してるから、この甘さが唯一の俺のこう贅沢というか、唯一の心の支え。それ甘いけど糖質はあんまない？糖質はあるんだけど、糖類が全然入ってない。血中の血糖値とかめちゃくちゃ上がるとかそういうのはないから、すごい助かる。こちらにこれで。ヒントです。それ入ってたんですか、その。知りたかったんだよ。マイスプーン。普通は。マイスプーンなんかあるんですね。あるよ。普通は、これプラスチックが入ってるの。今回の特別仕様で、マイスプーンのステンレスのマイスプーンを買ってしまいました、これ。かっこいいじゃないですか。300円ですから。そんな感じで僕はこういうプロテインを飲んでます。インスタでね、見てくれると分かるんですけど、たまにこう僕の昼ご飯とか夜ご飯、朝ご飯をこうインスタに上げるんですけど、
大体鶏ハムとかのスープをハマってるんですけど、だ結構コミさんのインスタ見ててなんか美味しそうだなって思う。うまいよ、減量楽しそうだなって思う。確かに全然楽しくない。うまくないと続けない。もうほんと無理がある。自分で調理されてるんですか。まあ、調理するっていうか、調理するっていうか、今回のやつは入れるだけだから、別にこう調理ってそのなんか女の人がなんかみりんとか醤油とかなんかやっとるようなことはしないよ。本当ですか。全然しない。どういったことされてる。低温調理器で、アイリス大山の低温調理器を使ってるんだけど、俺はね、はい、はい、まあ、いろいろモニークとか今いろいろあるんだよ、高いのもあれば。まあなんか日本製だし、まあ、何でも一緒かなと思って俺はアイリス大山を使ってるんだけど、作ってるのがジッパーにジップロックでしょ。ジップロックに鶏むね肉入れるんだけど、はい、まあ、鶏むね肉俺コストコで買ってくるからでっけえもんね、半分に切るんだよね。半分に切ってそれ入れるじゃん。まあ洗ってね、入れて、まずそれ塩もみする。 塩でバーって盛って、でそれ入れるじゃん。そしたら生姜入れる。ブロックでしょ。ブロック、あ、ジップロックの中に生姜、この生姜入れる。どのぐらい入れる。4枚くらい。で、あとローズマリーだけ入れて、でも臭み抜きだよね。で、それを1日置いておく、冷蔵庫で1日置いておく。とりあえずね、一回あの匂い消してね、置いておいて、で、そいつを準備できたら低温調理器にぶち込むだけ。一回鶏ハム冷蔵庫に入れて冷やすじゃんね。切るじゃん。切ったやつを一回湯煎するのよ。俺はあのポットのお湯をジャーって入れて温めるの。チンするとパサパサになっちゃうからお湯で温めるの。あとごめん、あのジップロックの中にお湯で温めることも加味してオリーブオイル入れてるんだけど、へぇー、ケトジェニックだから。最後お湯でバーって浮いてくるから、その浮いたお湯は全部捨てる。じゃあ、あ、全部捨てる。一回捨てる。温まったあの鶏ハムをだしだっていうやつなんだけど、肉からだしを取ったその調味液みたいなのがあるんだよ。まあ要は味の素みたいなやつとか、なんかだしだとか、あとは別にお吸い物の素でもいいんだけど、なんでもいいんだけど、カロリーが低いやつ、だしでも結構低いんだけど、それをパパパってかけて、まあ、中華風味なんだけど、お湯をもう一回その中に入れてスープ作っちゃう。ではあの乾燥わかめ入れてごま入れて終わり。なるほど。これだから料理じゃないんだって。いや道具を入れてお湯を入れただけだから、どっちかってインスタント麺みたいなイメージよ。僕の原料飯とかもあのインスタとかにも載ってるので、たまに見ていただければ。そういう栄養のお話もしていこうかな。そしたらなんか興味持ってもらって、はい、みんながこういう業界とか、あ、こんだけ簡単に作れるんだったら私続けれるわって背中を押せるかもしれない。ああ、確かに。結局背中を押すチャンネル。結局。今日もありがとうございました。アイリーチャンネルでした。